とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はボスラッシュやっていきましょう。この装備、ブラストだけビルドですね。ソウルダンサーのローブ、まあ、いつものやつなんですけども、アーティファクトのダメージ 50% 上げていきます。そして、機械仕掛けのショート棒を使って、高速で、キノコを撒き散らしていきたいと思います。では、行ってみましょうか。まあ、出た瞬間、あの爆発が当たるとなんか、倒しちゃいそうな気がするので、出た瞬間はやめとこう。しゃー。実際ね、これよく見えない。自分がね、どこにいるのかが全然見えないのよね。ただ、強いです。やっていきましょう。それでは次、ムーシュルームモンスターズ行きましょう。あ、出た瞬間当たっても死にはしないね。やっぱこいつは HP 高い。まあザコも出てくるけども、ザコも同時に倒せるから強いよね。まあそれがこのビルドの強みでもあります。ただ見えない。次は、大釜です。いけー、どれぐらいのダメージ与えてるんだろうな、これ。多分相当ダメージは与えてると思うけども、よく見えない。名もなき者、行きましょう。まあまあ問題ないでしょう。ザコもこれで瞬殺だし、まあ、その前に俺の指が結構強いもんね。指が結構強いから、それでも倒せる。うん。ダメージを負っても一瞬で回復。素晴らしいね。続いて、邪悪な村人いっちゃいましょう。まあ問題ないね。まず最初のチビはザコだし、一瞬で倒せるよね。むしろこの弓の攻撃で倒せそうな気もするんだよな。ああ、余裕。もういつの間にかっていう感じ。で、次、ここだな。ある程度ダメージ食らっても、回復はするし、大丈夫です。いやー、減らせるな。すげえな。あー、落ちちゃった。邪悪なレイス、行ってみましょう。こいつも楽勝だな。間違いない。出た瞬間に倒せるかもしんない。それぐらい HP 低いからね、こいつは。ほらほら、え、ワンパンだった、もしや。ワンパンで倒したのかな。次、ジャングルの魔物、行きましょう。まあ、ここも、楽勝だよね。まあ、最初無敵時間があるけども、まあ、その無敵時間も、言ったら10秒ぐらいでしょ。10秒ないか ?5 秒ぐらいか。そんなんだったら全然余裕です。ダメージを受けても即回復。いいね。ある程度強い雑魚敵が出てきても大丈夫。ダメージ食らってもすぐ回復するからね。いや、むしろ回復する間もなく倒しちゃうな。古代ガーディアン行っちゃいましょう。これ、そのままいけるか、そのままいけるね。隠れなくて OK。 でもここはもう隠れないと無理なんだよな。うん、減らない。隠れなくてもいいや。あ、全然減らない。ただ HP じゃない、この息のゲージだけ気をつけてれば何とでもなる。これは余裕だぞ。しゃ、うん、トゲのダメージも食らわないし、お、すごいな、すげえな。トゲのダメージも効かないし、そもそもダメージ食らっても回復するんで、なんてことない。はいはい、次出して、出してて。エルダーガーディアン出しちゃっていいよ。ゴリゴリ食らってるけども回復するもん、ほら。全く減らない。もう倒しちゃうよ、エルダーガーディアン出る前に。いやー、いやー、余裕。
それではテンペストゴーレム行ってみましょう。そのままいけるかな。このダメージだからそのままいけそうな気はするんだよね。ああ、いや、いらない。やっぱこのシールドがある状態だったらば、ダメージがね 90% ぐらい減少するんだよな。いけないこともないけど、ちょっと時間かかるから、正攻法でいきましょうか。雷が降ってきても全然ダメージはありません。まああるんだけども回復するから全く気にしなくて OK。 なんかこううまいことね、横にはまればね、このまんまのダメージでいけそうな気はするんだけども、はまらないんだよな。 OKOKOK。いや違う、無理無理、ギリギリのラインを攻めようかと思ったけども、それもちょっと難しいみたいだな。 OK、 いけ。おお、やっぱりシールドが戻ってくる。いやー、いけるんだ。こんなやつはいける。減らせる減らせる。もうそのままいこう。を破壊するよりもこっちの方が早いね。終わり。エンダーの心臓いきます。まあ、特に問題ないと思うんだけども、大丈夫だよね。いや減らすな、減らすね本当に。どっちが来る、ミラー、あ違う、爆発の方か。まあ、これもこうやっとけば雑魚敵も寄ってこれないでしょう。全然寄ってこれないね。むしろ爆発の中に突っ込んでいっても多分、ああほらほら、全く問題ないもん。ただ虚無ったらちょっとまずいかな。虚無っちゃうとちょっとダメージもろに入るかもしれないんだけども、いやそれですら多分大丈夫か、大丈夫のような気がする。まあ、全然爆発に巻き込まれても即回復するし、え虚無になっちゃったら、あ虚無になると死ぬわ。虚無になるとダメージがワンパンになるので死んじゃうみたいだね。まあまあまあ、それだけ気をつけとけばなんとでもなるでしょう。しゃあでは終わらせましょう。余裕すぎ。はい、ということで今日はですね、このブラストだけのビルドやってみました。ボスラッシュでも全然余裕でいけますね。ただやっぱり見えにくいっていうところがこれの弱点だと思います。穴が多いところだとどうしてもねガンガン落ちちゃうので、まあ、それ以外だったらば、これなかなか素晴らしく強いので、試してみてください。あ、マルチではね、しないようにしてください。マルチでこれやられると、ちょっと、落ちちゃう可能性がすごく高くなるので、マルチではやめましょう。ソロでやるようにしてくださいね。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。